はい、ね、作戦会議はもう十分だろうということでね、やっていきます。分裂カードについてはちょっと持ってはいかないで、まだなんか持っていく、テレポの処理だけ持っていくか。もうね、ちょっとこれ以上は死にたくないんですけどね。ちょっと今回はね、いろいろちょっと仕込んでいこうかと思います。まあどうせほとんどカットをするとは思うんですけど、一応ね、動画の方の録画だけはきちんとやっていこうと思います。事故不正特にないようにね。はい、作戦としてはとりあえず見づらい、とりあえず入ろうか。ショートカットはね、使わないように 知ってます。そんなに、なんだろう、自分が強いとも思わないんでね。はい、で、まずもう物がね、これいっぱいなのかな、これ、ちょっと分かんねえ。とりあえずね、十字の爪をしばらく使ってこれぶっ壊します。で、あ、もう外してもいいか。ここはね、まだいけるんで、いきなり 1% のロスですね、元気。で、艶消しとサビカードは、オロトロスさんにちょっと蹴飛ばす形で。で、もし、うまくいった方っていうか、ダメージが入った方に、サビじゃなくて、艶消しとサビの、分裂カードどっちかに使います。あ、だから1個持っていけばよかったのかな。いきなり失敗したかもしれない。まあ、いや、いきます、じゃあ。で、あ、まだいっぱい拾える？あ、重複したのか。ね、いきなりもう回転蹴り入りましたけど、ほら、結構なね、頻度で入るんですよ。これがね、やっぱ強い。けど、強いからといってね、勝てるかって言ったらそういうことでもないので、気をつけないといけないんですけども。なるべく、今回はね、ブリザードエアロークエイクを駆使して、すげえ溜まってんな、ブリザード。まあ、海底ダンジョンなんでね、そういうことなんでしょう。で、サンダーとファイヤーを、オートロスさんに当てていくという形になります。レベルはどうなのかな ?8、どっかで1回ちょっと使ってみて、サンダラになってんのかは、確認する必要があるかもしれないですね。じゃあよろしくお願いします。はい、ここまで来ています。26回ですね、ここまで動画をちゃんと撮ったのにもかかわらず、白魔のね、HP がちょっと低かったので、こう蹴ってね、時間を潰そうかと思ったら、マミーが来て、白魔が倒してくれたらレベルが上がってしまいましたと。チョコボのね。なんでチョコボの HP もちょっと足りてないし、白魔のレベルじゃなくて HP か、も足りてない感じですね。レベルが30、まあ、29、30なので十分ですね。レベルとしては敵にも負けないです。十字の爪はいつの間にかぶっ壊れて、特にただ、まあ、録画はしましたけど、特になんか手に入れたものはないですね。宝箱、魔法、なんだっけ、封印の宝箱から継ぎはぎカードっていうものを手に入れましたが、よくわからないです。多分、ガチ勢の人は、なんだか多分わかるんでしょう。一応ね、サンダーの方のレベル8だと、ダメだったので、レベル9まで上げました。レベル9でファイヤーがファイラーになってるんで、まあ、問題ないでしょう。戦い方は、まあ、とりあえず行きますね。とりあえず行きますね。ここが同じかな？ああ。これね、負けたりすると、もしかすると、またセリフが変わってるのかもしれませんが、今回ちょっとね、真面目にぶっ飛ばすんで、真面目にぶっ飛ばすっていう言い方もあれなんですけど、
死ぬかもしれないな初手死ぬかもしれないな、おかしいですけど。じゃあ3段ちょっと行ってみますね。あ、なってますね、大丈夫ですね。それでも77か、ちょっと幸先不安ですね。ファイヤーでどれくらいなのかな。あ、86、ファイヤーの方が食らえますね。そしたらもうまずファイヤーでいきましょうか。あのタコ足の方もやっつけたいので、うまくね、なんとかまず、ね、たこ焼きにした後に本体の方をやっつけたいんですよね。あ、で、そうだそうだそうだ、一個大事なことを忘れていた。ミスか。ね、設定でね、 NPC のモードを 2P にします。これでまず白魔を動かなくします。オルトロスは基本的に手前にやってくることは多分ないと思うので、あ、普通に来るな。自動にして逃げようか。ちょっと動きが分かんねえな。どういう動きになってんだ。いつも俺はあのね、突っ込んで戦ってたんで、あんまり動きを把握できていないのがあります。あ、とかサビカードと、なんだっけ、もう一個日焼けしカード使ってないですね。早く使いたいんだけど。またミスか。ミスが多いですね。今つけてるのは呪われた霊星の蔵なんですけども、なんかあるんですかね。もしかしてあれかな、強くなりすぎたか、強化しすぎたか。万が一、ちょうどねチョコボの正面に来ればね、カードを蹴飛ばせるんですけど。来た。でまずは艶消しからいきましょうか。おい、ダメですね。じゃあサビかな。お、すげえ食らった。むしろ400食らってさ、生きてるってどういうこと。俺がどんだけファイラー打ってもさ、意味ないってこと。非常に体調に悪いんですけど、ありがてえ。でここまで来るともう白魔のね、なんだ、意味というかあれがないので、ここでね 2P にして固めてもいいんですけど、あとね、最悪ね、これラムとかタイタンを呼び出すっていうことができるんですよ。それはその白魔の代わりにね、 NPC の代わりに出てくるんですけど、変化の杖じゃなくて変化の床を踏んだ時のチョコボと同じことがもし 2P でもできるとしたら、サンダーが打てるはずなんですよね、まあ、サンダーとかクエイクとかが。それはね、検証してないので、ここでやるかっつったらやりたくないんですよね。今別にやってもいいんですけど、死ぬとね羽がなくなっちゃうんで。あ、そうそうそう、いわゆる本当にもう、あ、よし、タコ足がなくなった、もうあとは消化試合かなそしたらなんかドレインも打ってこないし、あとは打ちたいものを適当に打ってね、幸せな基礎をして終了でいいかな。あ、待てよ、わかんねえな。下手すると普通にね、あのドレイン地獄で死ぬ恐れがある。でも28、前回どれくらい食らったんだったっけね、覚えてないんですけど、あんまりサンダーをね使うところがないので、敵がねクエイクを打ってくる敵っていうのがあんまりいないので、打ちやすいっちゃ打ちやすいですかね。ファイヤーがね意外とあのスケルトンに効いたんで、かなり良かったですね。今後ブリザードを打つ機会があるんですかね。今回の敵は対にはなってないのかな、属性の。ブリザードを打ったのはね、せいぜいラミアくらいなんですよね。ファイヤー打ってくる敵が今後出てくるのかな。ちなみにね、これサンダーは暗黒クロマ同士レベル2から奪えるんで、それでいいんですけど、
うん、そうかな、多分あの暗黒の魔導士、黒魔導士がサンダー打ってくるんで、もし対になるとしたらエアロを打てばいいのかな。エアロ打ってくる敵はガーゴイルなんだけど、ガーゴイルにサンダーが効くのかな、それともクエイクなのかな。お、やったよ、危なかった。おないな、殺生な変なモンスターだったね。ちなみにね、コメントでも書きましたが、オルドロスさんは FF6 が初出らしいですね。性格上はほとんど一緒です。あ、ここはおそらくこれで海底ダンジョンはクリアのはずです。ここからまたね、人殺しダンジョンがどんどんね、人殺ダンジョンがいっぱい出てくると思うので、今度はブリザードをちょっと強化していく形ですかね。ブリザードでのし上がっていかないときついかもしれないな。次のボスは何だったかな。ここは前に行ったダンジョンの、どうして崩れ落ちたものがここに、それに元に戻るどころか完全に新しいものに、まるで生きてるような。開かないか。どこかに扉を開く仕掛けでも。何？うっけけけ、うっけけけけって、なかなか開かなかった。言わないよね。ん？うっけけけ、グラスゴス様捕まえましたぜ。う、あ、う、連れていっけ。はい。試そうだな、インプって。おお、開けた。俺も開けたのか。ん？俺は全て破壊する。この世界も、この時も。ん？ん？チョコボは白魔のペンダントを手に入れた。ペンダントなんてつけてたっけ？お、帰ってきたな。で、どうだった？お宝は。どうした、チョコボ？お嬢ちゃんがさらわれたんじゃ。誰だ、あんた。今はそんなことはどうでもいいじゃろ？あのバハムートやらがわしのところにやってきた。お嬢ちゃんが奴の言っていた化け物にさらわれたと。奴もわしにそんなことを教える暇があるなら助けてくれてもよかろうもの。ご丁寧に場所まで教えてくれたわい。雪山、その先の洞窟じゃ。キメラ研究所感があるな。いい気味だね。バチが当たったのさ。まだそんなことを言ってるのか、ボムおばさん。昔ね、俺ボムばあさんかと思ったらボムおばさんで、ちゃんとね、おばなんですよね。お嬢ちゃんがそんな子じゃないことはあんたが一番よく知っとるんじゃないのかね。何言ってるんだい、あんたは。まあ、ええわい。それよりチョコボ、お主は行くんじゃろ。ん？ああ、森を抜け、山を登り、辛い道のりじゃが、ええんやな。よし、わかった。わしは村の外、森の入り口まで待ってるぞ。入り口出たね、ごめんね。で、動けると。いや、お前が行きたいって言うなら俺は止めないけどさ。知るもんかい、あんな子。あんなやつどうなったって関係ないもん。人間悪いやつだから、きっと罰が当たったんだ。これちょっと固まるのが怖いんですけど。ボムだからね、多少燃えてるはずなんですけど、この無口なね、ボムちゃんだけは何も言わないんですけど。いやー、助かった、もう生き返るわ。ちょっとね、 BGM がパワーアップしている気がしますね。なんかこんな雰囲気だけど、おかしいな。だいたいね、ここにこうゴミアイテムが流れ込んでくるはずなんですけど、ここまで来て流れ込まないところを見ると、多分死亡回数だな。経過ターンはそれなりにね、何度も稼いでるんで行ってると思うんですけど、こんだけ
アイテムが出てこないってことはおそらく死なないと出てこない気がしますね。だから死に戻りはね、もう今更面倒なのでやらないけど。さて、そうだ、カードなんか、リペアカードか、うん、まあ悪くないですね。そしたら今度はまだどうしようかな。ママン帰ってきてるかな。帰ってませんね。ああ思い出した、俺今片付けようとしているんだが、どうにもうまく片付かねえや。何かドカーンと一気に片付くようなものはねえかな。え、おい、なんだ、いいもの持ってんじゃねえか。それだよ、そのクラッシュストーンだよ。俺にくんねえかな。これさ、俺たくさん持ってんだけどさ、1個でいいのかな。1個あげることになるのかな。お、そりゃすまねえな。あ、よかった全部持ってかれたかと思った。なかなかあのベンさんも R 気質ですね。爆発させて全部吹き飛ばしちまえばいいっていうのはなかなか素晴らしい考えだ。素晴らしい。見なかったことにしようかな。ようやくお客さんが来てくれるようになったね。あー、忙しいったら忙しいですけども、ゴーゴちゃん、ここなかなかいいお店だよね。あら、そうかしら。まあ、あなたみたいなセンスのない人にはお似合いかもね。コボコちゃんなんだお前、見せ物じゃないんだぞ。お前みたいなのがうろちょろしてるから、コボコちゃんが帰っちゃったじゃないかそんなこと言ったって雰囲気いいかな、うん、俺は分かんないなね、ほら、ね、趣味はほら人それぞれだからね。こういうところがね、なんだ、大衆居酒屋みたいなところが好きなね、ところかもしんないし、まあ、あるはもうちょっとね、小綺麗なところが好きだからさ、俺は何も言わないけどね、言及はしないけど、うん、3000キロあれば倉庫をもっと大きくできるよと言っているようだ。払えますか。まあ別にいいでしょう、お金ね。もう少ししたら大きくなる。はい、ありがとうございます。そこまでね、あの今倉庫には困ってないんでね。でまたボコボコに多分されるでしょう、謎のね怪物に。俺とシドがボコボコにされると思います。なんとか進めたので、アドバイスもいただいてね、なんとか、ありがとうございます、クリアできました。結局なんだろう、レベル上げて物理で、物理じゃないね、レベル上げて本を読んでぶっ飛ばすっていう形になりましたが、まあ、なんとかできました。じゃあ続けてね、次のダンジョンにも向かっていこうと思います。ちょっとおまけでやってるつもりなんですけど、本気で挑まないとね全然勝てないんで、次からはねさらに厳しいんだよな。ほい、じゃあまだね動画に余裕があったので、もし起こせるイベントがあれば起こしていこうと思いますが、特にないかな、まあ、気になるのはここだけなんだけど。ん、おお、君か、どうだね、羽の具合はいい感じだ。うん、では今日はさらに強力な羽を君にあげよう。もちろんサンプルとしてだよ。これらの羽はスリプル、コンフィの羽が小難しい本を確実に使えるようになるのと同じように難しい本で使える。好きなものを選びたまえ。何がいいかな。多分ね、フレアが一番強いのかな。デスはまず効かない相手がいるんで、まあ、却下だよね。グラビデは俺あんまね、割合ダメージって好きじゃないんですよね。好きじゃないというか信用してないんですよね。まあ、効かない相手がいるっていうのがあるんで、プチメテオもね、チョコボ1でね、なんかミスミスミスっていうのがあったんで、ちょっと信用してないですね。まあそうなるとバイオがフレアなんだけどね、確かね、バイオもね、効かない敵がいたような気がするんだよね。ということでね、じゃあフレアかなっていう。うん、また頼んだよ。個人的にはね、バイオの方がいいなと思うんですけどね、ダークフレアとかなければ。いやー、でもここも随分豪華になってないな。結構隙間がありますね。ね、ラムちゃんといるんです。ちゃんとね、あ、雷の弱点は風なんだ。あー、そうですか。こういうの見てね、ちょっと勉強しておかないと本当に
まずいですからね。グラスゴス、ね、インプロボと、あ、オルトロスは雷だけだったんだ。基本的にじゃあ、あの2つ弱点ってのはないのかな。ファイヤーに関してはじゃあレベル自体が高かったんですね。ちょっとね、ガーゴイル先生のやつだけ見といていいかな。意外とイベント進まなかったな。またダンジョン潜れば入るかもしれない。あ、特にないですね。羽ばたきエアロ、石像から復活。あの、こういう敵がね、やっぱ一番強いからね、困るんだよね。弱点、あ、あるな。弱点2つあるな。今回はね、あの、生属性っていうものがちゃんとあるんですよ。1だとね、シャインっていう魔法が、ね、あれ無属性だったのかな、生属性だったのかな。まあ、特に弱点とかなかったんだけど、今回はちゃんとね、生属性が弱点の敵もね、出てくる。まあ、ホーリー、今回はホーリーなんですけど。オーブンは、まだまだ行かないよ。これ次回ね、あの、見学する形で行きますね。一回でね、行こうとはもう思ってないんで、レベル的に多分足りてないと思うんで。とりあえず、もう爪、まあ、一応持ってくけど、多分使わない、もしくはもう持っていかないかもしれないですね。蔵だけ、ね、持ち出して、ちょっと、どこまで行けるか、この状態で調べる形になると思います。爪とかもうまくいけばね、現地調達で使い潰していく形になると思います。で、適当なところで、まあ、テレポのしおりで戻ると。本はね、温存しててもしょうがないか、ファイヤーがすごいね。ちょっとレベル上げるためにね、ちょっと本で攻めていってもいいかもしれないですね。で、きつくなったらもう帰っちゃって、で、その頃にはレベルも上がっていることでしょう。倉庫もね、広がって、部屋も片付いて、ここはちょっとわかんないですね。ちなみにここなんだけど、この女の子、ね、ゴブコちゃんを駆動区というか、物にするために、いろいろね、あの、チョコボも、一生懸命ね、お手伝いするんですけど、ちょっと、嫌かな。